ポール・ドラ・ローシュはフランスの画家。本名はイッポリとドラ・ローシュ。日本ではドラ・ロッシュ、ドラ・ロッシュとも表記される。1797年、パリに生まれる。父は美術鑑定家、兄はアントワーヌ・ジャングロー文化で絵画を学んだ後、自身も鑑定家となった。1816年、パリ国立美術学校に入学。はじめルイエティエンヌはトレ、ついで兄のシグロの下で、 絵画修行を積む。初のサロン出品作は1822年の、弱小スクーエホシバと、キリストの十字架効果。この時のサロンで、ジェリコー、ドラクロワと知り合い、信仰を結ぶ。ドラローシュ、ジェリコー、ドラクロワの3名は当時パリで活動していた、数多くの歴史画家たちの中でも、中核的存在となる。1824年のサロンに、ジャンヌダルク他を出品。 注目を集める。ギフ・オラース・スベルネが在ローマ・フランスアカデミー総監を務めていた1838年と1843年の2度、イタリアを訪問。1832年、35歳の若さで美術アカデミー会員に選出される。翌1833年には国立美術学校教授となるが、1843年、 教え子たちが新入生に対して行った仕事で一人が死亡、アトリエ閉鎖、辞任を余儀なくされる。臨重のルイーズのための修作。1845年、ゴロ・ドラロー氏はオラース・ベルネの下の娘ルイーズを情熱的に愛した。1835年、彼はルイーズの頭部を元にした天使の頭部を出展している。ルイーズは1845年に亡くなるが、 彼はこの衝撃から二度と回復できなかったと言われている。妻の死後、彼はキリストの受難の小さな連作を制作した。ドラローシュは理想によって悩むことはなく、それを気取ることもなかった。しかし厳しい政策は、彼と彼の中心思想との間に何の神秘も介在することを許さなかった。政策は常に大衆に対してわかりやすく、 カンバス上で詩人になろうとし苦しみ画家たちがべて勢力を消耗することから彼が逃げたせいであった。キリスト教信仰の創始者、彼と同時代を生きたナポレオン・モナパルトのような人物、遠い歴史上の人物を描くことで本質的には同じ手法が彼により用いられた。フォンテーヌ・ブローのナポレオン、セント・ケレナ島のナポレオン、 死刑宣告の後法廷を立つマリー・アントワネットなどで、ある。ピョートロ大帝の肖像を、を1838年、パリ中心部のマザリーヌ通りに仕事場を構えた。画面は堅牢かつ平滑極めて精緻に仕上げられているとの印象を与える。このような絵肌は、当時一般的だった様式で、オラースベルネ、アリシェフェール、ルイ・レオポール・ロベール、アングルの作品にも見られる。 歴史画で知られているが、常に歴史的に正確であったわけではなく、どちらかといえば劇的な効果を狙った作品が多い。例えば、棺の蓋を開け、チャールズ一世の遺体を眺めるクロムウェルは、言い伝えによって創作された作品であり、史実ではない。レディ・ジェーン・グレイの処刑は、地下牢で行われる処刑の様子を描いているが、実際のジェーン・グレイは、 ロンドン島内のタワーグリーンで処刑されているため、かなり事実と異なっている。一方で、処刑引き立てられるストラフフォードは、彼の独房の小さな高窓の外を薄手のリンネルの紋章符で覆い、通路を通る彼に祝福を与える、者たちが描かれる。数奇鏡リシュでは、豪奢な屋根付き船の中にいる数奇鏡、皇族のボートに乗るのは、警護兵に囲まれ処刑場へ向かうサンマルコ。 歴史家土塔の姿が見える荘厳な光景を描いている。かつてない最も劇的な反歴史的作品であろう。彼の1834年の作品、ブロワでのギーズ公暗殺は、正確な歴史的題目で、人間の本性のうちの劇的洞察力をよく表している。その他の作品には、ロンドン島の若き王と王子、若き殉教の娘がある。 エミシクル中央の群像1837年、パリ国立美術学校内の半円形構堂の壁に設置する27メートルにも及ぶ対策の依頼を受けた。同校の建築家、フェリックス・ドゥバンから依頼されたものである。すべての時代の75人の偉人を描いた作品で、白大遺跡のステップの中央線から一方には、一つの集団が集まり、最高部の三つの王座を、 パルテノン神殿創設者ペーディアス、イクティノス、アペレスが占めている。彼らは三つの芸術の統合を象徴している。広大な場所は女性の構成に当てられ、彼は芸術を象徴しまた支配するものとしてミューズを描いた。階段の欄干に対して寄りかかる美しい上前とした姿は古典的な装束をまとっているが、どんな素晴らしさや深淵な表現も知らせていない。 この作品は内壁に、油彩で直接描かれている。1841年に完成したが、1855年に発生した火事で相当な被害を受けた。この傷んだ部分をすぐに、ドラローシュ自身が修復に取り掛かったが、1856年11月4日、修復を終わらせぬまま死んだ。ありがとうございます。